はい。行きましょうか。ここは、エアリスと最後に訪れた公園ですね。最後というか、バレット。エアリスの家から出て、から聞こえる。ん？いる？おい！おお。返事してくれ！最後に、なんだ、喋った公園ですね。行くぞ。せーの。私たちのせいだね。違うぜティマ。何もかも神羅の奴らがやったことじゃねえか。そうだろう。うん。この怒りは絶対忘れねえ。いいな。バレット、マリンは無事だ。エアリスが言ってた。エアリス、あの捕まってた女か。うん、言ってた。うん、どういうことだ。エアリスに頼んだの、マリンを助けてって。信じるぞ。いいか。おい、どこ行くんだよ。はい、ということでやっていきましょう。お疲れ様です、山です。ファイナルファンタジー7リメイクですね。続きやっていきます。ん、はい、こっちですね。で、そうね、マリンは多分大丈夫ですね。で、やっぱウェッジ捕まってたよね。その町の人は逃がしたけども、自分の育ててた面倒見てたんで、猫がやっぱ心配で戻っちゃったんでしょうね。で、そこをあの幽霊みたいなのに捕まったということか。逃がさないようにされてたよね、攻撃というよりは。なんでしょうね。うわ、敵いるじゃん。あ、これ逃げた人たちかな、先輩と。マジで落ちやがった。お父さん、しっかり。先輩と後輩だ。
だから避難した人たちですよね。ね、まあ全員ではないけども、これって事故じゃないんでしょ？いくらかは逃げ延びてくれたということかな。おい、どこに向かってるんだ？エアリスの家だ。5番街スラムにある。マリンはそこなんだな。他に当てはない。いるって言えよ。希望を持たせろよ。いなくてもお前を責めたりしねえ。いや、そりゃちっとは文句言うだろうけどよ。ティファ、古代種って知ってるか？聞いたことはあるけど。生命学の本を読めば出てくるぜ。大昔星を開拓したって一族だ。星と語るとかそういうんだろう。それがタークスに狙われていた理由か。我こそ古代種の血を引き締め者。この星の正当なる後継者。また守れなかったな。喪失がお前を強くする。それでいいのか？どうしたの？なんでもない。急ごう。これも何なんでしょうね。ちょいちょいセフィロスが語りかけてきますけども。さあ、まあそうだよね、これ。ああ、そっか、これ7番プレートか、これ。ああ、まあ上の人は、まあ避難してたのかもしんないけど、数万人もとかわかんないけどね、の大被害ですよね。大惨事というか。さあ、行きたいのは5番街ということでしたので、このウォールマーケットを抜けてだよね、行くわけだ。あー、で今取れるかな。なんか人が塞いでて取れなかったアイテム結構あったんですよね。それ取れるかもねとは思ったけど。待て、やり過ごそう。おお、あいつら何してやがる。仕事だろうな。マリンのことだけ考えろ。今はな。音と衝撃で腰が抜けてしまった。とりあえずついてっか。ちょっと待ってね。他にも7番街スラム。やっぱ取れるね。今取っとく？そういう場合ではないのかもしれないけど。ね、多分この被害で、どうしたどうしたっつって人がいなくなってんだよね。で、あと2、3個あったと思うんですよね。見えないな。こういう路地だよね。こういうとことか。あとは、こことかかな？かな？あと二つだね。ちょっと見とくわ。あ、ダメか。ダメっすよね。見つかったか？もっか、屋敷の中を捜索中です。ん？ここで何探してんでしょうね。逃げたと思ってんのかな、ここに。
避難場所を確保せんと。ひどいことになったね。こっちに被害は？七番街に比べたらどうってことないよ。砂ぼこりぐらいさ。うん、まあそれでもだよね。さあ、七番街が潰れちまったって本当なのか？ジェシーは市中にいたんだよな。うん、ビックスもね。二人とも怪我で動けなかった。お願い、行かせて。でもウェッジは下にいたよ。そうか、怪我で動けなかった。気絶してたってだけかな、やっぱ。なんでしょうね、やっぱ気にはなるよね、あの幽霊の動きがね。シンラは助けて、古代種も含めて。よしよし、怖がらなくていいからな。しばらくは無理か。ああ、そっか、ビビったというか、まあびっくりしたよね。震えてますね。アバラン探しに行かないと。え、俺が探してやらねえと。うん、クラウド、後で付き合え。ああ、うん、そうだよね。タークスとかシンラは助けて、アバランチは邪魔をするっていうことかな。よくわかんないな。もう五番街だよな。早くマリンに会わせろよ。ああ、スラムの外れだ。もう少し。もっと早足、全速力。あんたに会わせてる。うん。どうだろうね。でも取引って言ってたから、自分が行く代わりにってことだよね。大丈夫だと思うんですけどね。はい。違う。下敷きになったスラムは緊急ニュースを確認。先ほど七番街のプレートが崩落した模様で。ドラマじゃないよ。現在隣接するエリアは立ち入り禁止区域に指定され、近隣区域の住民に対して外出を控えるよう勧告が出ています。これってドラマじゃない。新たに崩落緊急対策本部を設置し、崩落の原因や他の区域の崩落の危険性について調査を開始したと。これってドラマじゃないよ。前日から発生しているマコーロ爆破と関連する可能性があると見ています。繰り返します。まあ自分らでやっといて、緊急対策チームとかね、なかなかすごいね。さあどうだっけ、違う。ここはビックスのだから出身地というか、そうですよね。ここの支援をしてたんだよね。さあ着きました。幻想的な場所ですけどもね、夜は。まあまあそういうことを言ってる場合ではないですけども。あの家だ。マリン、マリン。おお、ちょっと怖いけどね。ガタイのいいおっさんが入ってきたら。ん、マリンは、マリンはどこにいる。バレット、すまねえ。俺はバレット、マリンの父親だ。マリンはおかっぱ頭で、天使みたい可愛らしい顔をしてる。服はピンク、今日はピンク。2階で眠ってるよ。眠ってるからね。私たちも行こう。顔見て安心したいな。騒いで起こすんじゃないよ。いや、すいません、本当に。うちのバレットがね。はい。ネアリスの件もすごい気になるでしょうにね。
申し訳ないね。あんたたちも2階へ行っておやり。はい。マリン、よかった、無事で。エアリスは神羅に行ったよ。すまない。エアリスにマリンのことを頼んだのは私です。知り合ったばかりなのにとてもよくしてくれて、だから甘えてしまいました。あんたらのせいじゃない。遅かれ早かれこうなる運命だったのさ。古代種だからだな。あの子から聞いたのかい？よほど信頼されてたんだね。そう、エアリスは古代種、古代種の生き残りらしい。私は違うよ。あの子は実の娘じゃないんだ。15年前のことだ。夫は最前線に配属された兵士だった。休暇で帰るという手紙を受け取って、約束の日駅まで迎えに行ったんだ。でもあの人は帰ってこなかった。何か良くないことがあったのだろうか。いや、休暇が取り消しになっただけかもしれない。祈るように毎日迎えに行ったよ。そこであの子と会ったのさ。ウォールマーケットから逃げてきたのか、それともプレートにいられなくなったのか、たまに見かける光景だった。エアリスを安全なところへ、そう言い残して彼女は死んだ。夫は帰らず、私も寂しかった。だからエアリスを連れて帰ることにしたんだ。私たちはすぐに仲良くなれたよ。よくしゃべる子でね。いろいろ話してくれたよ。どこかの施設から母親と逃げ出したこと、お母さんは星に帰っただけだから寂しくなんかないってこと。星に帰った、生命学の考え方だ。私には意味がわからなかった。夜空の星かって聞いたら、違う、この星だって言われて。まあ不思議な子だったね。お母さん、泣かないでね。エアリスが突然言い出した。何かあったのかって聞いたら、お母さんの大切な人が死んじゃったよ。心だけお母さんに会いに来たけど、でもやっぱり星に帰ってしまったの。私は信じなかった。でもそれから何日かして、夫の戦死を知らせる手紙が届いた。
とまあこんな具合でね、いろいろあったけど幸せだったところがある日、うん、あ、はーい。いや、絶対いや。ん？エアリス、君は大切な子供なんだ。古代種の血を引き継いでいる。私はもちろん聞いたよ。古代種って何だってね。古代種は史上の幸福が約束された土地へ我々を導いてくれるのです。あ、言い伝え、何かの比喩、いろいろな見解があります。しかし我々は文字通りの真実としてそれを信じています。シンラカンパニーはぜひともエアリスの協力を。違うもん、古代種なんかじゃないもん。でもエアリス、時々誰もいないのに声が聞こえることがあるだろ。そんなことない、うん、思い当たることがいろいろあってね。ああ、この男が言っている話は本当なんだろうと思ったよ。居場所を知っているのに誘拐もせずに待つなんて、タークスらしくないな。エアリスの自発的な協力が必要なんだとさ。だからシンラに連れて行かれたと言ってもお客として扱ってもらえるはずだ。用が済んだらすぐに返してくれるだろうよ。どうかな。何をしよってんだい。ことを荒立てないでおくれ。エアリスまで失うことになったら私はもう。頼むよクラウド。お母さんの言う通り、用が済めば帰ってくるかもしれない。だからもう少しだけ待ってみない？七番街スラムに戻らねえか。やることいろいろあんだろう。セブンセブンも確認しておきて。うん、わかった。